ゆみりんりが教えるカズタマ運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉七玉の方の今月の運気指数は1です。今月はたくさんの人の心に触れる時です。大切なあの人に感謝の言葉を伝えましょう。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉七玉の方の2023年今年の運気は試練の季節です。そして今月11月の運気も試練の季節です。では宿玉七玉の方の試練の季節を詳しくお伝えしていきます。自らが要因となるトラブルというより他人から巻き込まれるトラブルが多くなる月になります。特に人間関係においては不平、不満、愚痴、嫉妬、妬み、やっかみを受けることも。また人との縁が切れることでその人との始末や損失にも注意が必要です。やらなければならないという焦りから正しく判断することが難しくなるため、その点で注意が必要です。このように試練の季節では自分を認めてもらいたいという気持ちが強くなるため、トラブルメーカーになりやすい時期です。そうすると外からの攻撃に巻き込まれやすい時期になります。この時期は干渉することを心がけましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく11月8日から12月6日までが11月の運気となります。そしてなんと今月は年と月と日全てが重なるトリプルデーを迎えます。この試練の季節と重なる11、21、12月1日、このように試練の年と試練の月と試練の日全てが重なる日は、特に周りの方に感謝の気持ちを持つだけではなく、感謝の気持ちを言葉にして伝えることを心がけましょう。では試練の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。悪い傾向に行くと社会や環境への怒りや不満が増すので注意しましょう。しかし怒りとは精神的なものなので感性を身につけることができる時期でもあります。なのでこのエネルギーを社会ではなく芸術や美術の奥深さを堪能すると良いでしょう。そして悪い傾向に行くと人間関係で問題が起きやすいので注意しましょう。しかし問題が起きた時こそ感謝の心を身につけるチャンスです。そして悪い傾向に行くと短絡的な判断をしがちになるので注意しましょう。しかしじっくり考えることで新しい発想で才能を発揮すると良いでしょう。このように運気予報をチェックして毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。このカズタマ運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方はこのような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、あなたに起これる出来事、そしてまたその対策など詳しく記しております。またこのように運気のバイオリズムやあなたの運気の上げ方などこのように詳しく記しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。